11月の貿易収支は中国向けの輸出が過去最大を更新したことなどから1134億円の黒字でした黒字は6ヶ月連続です財務省によりますと輸出は6兆9204億円で前の年の同じ月より16.2%伸びました 中国向けの輸出が液晶製造装置やプラスチック原料の伸びで1兆3797億円と過去最大になったほかアメリカ向けの輸出も10ヶ月連続で前の年の同じ月を上回りました一方、輸入は円安を受けて原油の輸入額が増えたことなどで6兆8071億円となりましたこの結果貿易収支は1134億円の黒字でした。